今始めんなよ。え、やっぱ三脚買った方がいいかな。三脚じゃないんだけど、別になんかさ、よいしょ、どうも。いつもの画角をね、ああ音出てる、まあ、別に音出てもいいんだけどな、いつもの画角、鼻詰まってんな。もう俺顔あんま良くないから、顔着てねえからあんま顔見たくねえけど、俺がさ下の画面見てるさ、自分の顔見なくてもいいけど、みんな俺の汚い顔見なきゃいけないけど、まあいいか、俺が今自分の画面上の汚い顔見なきゃいいだけで。うわすごい、結構赤出た、汚な汚ねー。なんかもうパソコンが超うるせえの、ファンがうーんってずっとなっててうるさいからスマホで撮ります。ほんドロップボックスやめたいんだけど、あのドロップボックス高えの。多分なんか Google なんとかでやりゃもっとうまくいけんのかもしれないけどさ、やってみようかな後で。 Google なんとか、そんな便利なことある？無料で動画が移送できるそんなサービスある？あるわけないでしょうか。って言ってできたら俺泣いちゃうな。 Google なんとかでね、もしいっぱいデータが移動できたら泣いちゃうな。なんか YouTube のメッセージ機能終わるらしいね。あの YouTube なんとかでさ、ん？ YouTube アプリの方のメッセージ機能、俺ずっといらないな、こいつ邪魔だなってずっと思ってたんですよ。通知機能行くのになんでまずお前を見なきゃいけねえんだよってずっと思ってたんですけど、でもね、昨日か一昨日ようやくなんか始めたんですよ。自分の他のアカウント何個も持ってるんですけど、であのマイリストがなんかね、 WiiU で見んのに、俺のいつも YouTube 見る専用チャンネル、アカウントがなんか、俺それサブアカウントで作って、アカウントのサブチャンネルで作るとアカウントの本チャンネルしか表示されなくてね、でいつもなんかアカウントのサブチャンネルで俺見てるんですよ。いっぱい見てるんですよね。うん、いっぱいそれで YouTube 見てるんですけど、なんかね、それでなんだっけ、できるかなって思った、再生リストできねえんだな、できなかった。まあなんか任天堂スイッチの方はサブチャンネルでも入れるんだけどさ、任天堂スイッチはさ、だってねマリオですやんなきゃいけないから、 WiiU でやんなきゃいけないわけよ。ムカつくわ。水溜りボンドのメンバーシップをね、あれですよ、俺見てるんだよね、水溜りボンドのメンシップ。でもな、俺全然メンシップ見てねえな、なんでだろう。水溜りボンドのメンシップあんま見てねえ。なんかさ、メンバーシップってさ、あれめっちゃムカつくのがバックグラウンド再生対応してないんですよ。なんでってなんでさ、メンバーシップの動画はさバックグラウンド再生対応してないんだろう。めんどくさって思ってます俺は。何のためにこっちとらね、月額1000円払ってんねんって話なんですけど、スマホだけですからね、バックグラウンド再生って。バックグラウンド再生便利すぎる、便利すぎる。みんなには申し訳ないけどね、でも広告見なくていいって最高だな、マジでいいね。俺広告ほんと大嫌いなんで、もうこんな YouTuber じゃないけど広告業みたいなもんしてるけど、俺広告見るの世界で一番嫌いなんでね。もう1000円払って、俺はその YouTube でね、 YouTube プレミアムっていう、外国だと YouTube レッドって名前だったよね最初は。こっちだと YouTube プレミアムって名前で始まって、俺すぐ始めたから、サービス開始1日後にね、お母さんに相談しないといけないから、俺はすぐやったね。うん、超いい、快適だよな。あれ音楽も聴けるんですよ、なんか YouTube ミュージックって。絶対 Apple ミュージック入った方とか Spotify とか入った方がいいですけど、便利だよね。うん、でも全然曲はないよ。うん、曲ない、クソだよ。あとなんか電気グルーヴひどくない？だってさ、なんで音楽サブスクリプションで消すの、つまんな日本。
電気グループ俺意外に好きだったんだもん。あれなんかあれですよ、人間大統領とかさ、すごいね、メジャーっちゃメジャーだけど、そういう曲とか俺好きだったのにな。なくなるかつまんないね。なんでさ、マイクやったくらいで関係なくない？いいじゃん流しても。変だね世の中。まあ、映画もちょっとよくわかんないけどね、麻薬やってるやつダメになるっていうけど、麻薬っていうのを何かやっててもさ、めんどくさいね。うん、CD とか買わなきゃいけない。そういうとこでサブスクリプションの悪さが出るけど、最近なんか相対性理論がなくなった。ムカつくわ。 YouTube ミュージックなんでそんな危ういの？音楽がやめるしな。でもなんか最近ゆらゆら帝国増えてた。うん、別なんかめっちゃ増えてた。あれがなんか YouTube に上がってたミュージックビデオのなんか夜行性なんちゃらとか空洞とかなんかね、もっといい音質で聞いてみたいなと思ってたんですけど、聞けてよかった、ラッキーって感じ。 YouTube ミュージックも対応してほしいな。あれあれね、あのファイナルファンタジーのもっとさ、全然知名度なくない YouTube ミュージックって。でも YouTube ミュージック始めなかったら絶対さ、もっと値段安いのに YouTube プレミアム。それだとニコニコ動画と一緒になっちゃうからね。でも俺ニコニコ動画よりいいのはさ、ちゃんと広告してくれんのよ。いっぱい広告してくれるけど、ニコニコ動画って広告の種類2種類しかないでしょ。それ以外はなんかよくわかんないさ、あのハゲたジジイがさ、2人ともさ、キモいあのムカつく感じで歌うって、そのなんか TikTok のうざい広告理論みたいなんだけど、それよりうざいよ俺は。別に TikTok のうざい広告はあれだよ、確かにうざいかもしれないけど、 TikTok でいいや、まあ TikTok のね宣伝だからいいんですけど、あのあれはさ、もう気持ち悪いよな。プレミアム会員とか全然入れないのよ。あ違う、プレミアム会員なんだろうな、あのチャンネル会員が入れないんだ。チャンネルっていうのがありまして、それがなんかね、パソコンからクレジットカードのみと、あとなんだろうな、三社決済、ソフトバンク、 au、 ドコモとか、ソフトバンク、 au、 ドコモとか、まあ、楽天なんたらのモバイル決済のみ。いやらしいよね本当に。俺は嫌いです、そういうことしてくる。うん、全然払えない。デビットカード対応してないんだよな。俺デビットカードだからさ、そもそもクレジットカード作れないしね。なんかクレジットカードの機能を持ったデビットカードってのはないのかな。なんでそんなひどいことするんだろう。めっちゃ露骨じゃない、ニコニコのやり方。チャンネル会員はすごいいっぱい人入るのよ。うん、だってその人を見に来たいから、うん、であんまお金が半分になるからってケチだねニコニコ。プレミアム会員だったら540円全部もらえるから、プレミアム会員は入ってほしいけど、あれね、チャンネル会員はあんまもらえないから、あの全然なんかペイパルも対応してないし。会社違うの？チャンネル、ニコニコチャンネルとあれって。なんでそんなひどいことするの？もっと決済いっぱいやってほしいのにな。でもあれってなんかめんどくさいのかな、決済を増やすためには。めんどくさいんだろうな。手数料取られるんだよな、なんか日本は。ビザとかマスターカードとか、まあでもクレジットカード別か。でもデビットはなんでダメなんだろうな。審査通ってないからかな。そんなに嫌なのかな、審査通ってない人が。
いやでも YouTube ミュージック便利だね。まあ YouTube もさあれだよ、なんか無料じゃない、広告いっぱいなく、うん、広告なくて見れるしさ。それあとバックグラウンドたまに使う。手痛、急に手痛くなった。なんで、でもその動かすと余計痛くなるよな。痛い、手急に痛くなった。何しようかな、あと。痰みたいなのが絡んで、鼻水が絡んで急に変な声出すって楽しいよね。鼻やば。出ね出ね、クソが死ね、本当に腹立つの。鼻水ドン、鼻水のクソ野郎が。やめよう、そんなことすんのやめよう。あ、メガネ作んないと度数が合わへん、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 合わへん。お尻かゆいた、かゆいた、たゆかゆ、かゆいたい、いたいよ。足になんかピンと合ってる。やめろな、俺だよ、俺映せ。おい、スピョンニカ。あ、鼻くそ取れそう。あ、いて、多分これ血出るだろうな。血出るかな、わかんねえや。多分出ない。いや、話せるめちゃくちゃ鼻にいいんですけど、こんないいことあっていいの。爪が痛いからさ、鼻すぐで鼻ほじんで汚っ。ブルー。いやでもいいね、動画撮ってるとツイッター見なくていいから。俺ツイッター嫌いだからさ、ツイッターって見てていいことないの。気持ち悪いバズツイートが回ってきてさ、俺ツイッター好きだけど嫌いなんだよ。ツイッター好きだけどツイッター嫌いなんだよな。気持ち悪いツイートいっぱい流れてくるし、なんでツイッターなんか見なきゃいけないの。始めなきゃよかったな。でも始めたらねって思ったけど、始めたって友達誰も作れとらんわ。ちょっとしか楽しい時間ない。全然ツイッターの友達なんて誰も会ったことないし、いいよな、みんな友達いるから。俺と会わなくてもいいもんな。俺本当に友達いないから。誰も友達がいない、孤独すぎる。どうしよう、もうこの年で結構ね、完全な孤独ですよ。まあ、引きこもってるからね。それ孤独ですわ。お腹痛、寒っ。
今日なんかすることないな。マジですることない。クイズだから止めないで。へくせーくせくせ、へが臭いね。なポップコーンの上にさバターかけるじゃん、あの映画館さあかけんだけどさ、そのバターって何のバターかけりゃいいんだろうね。なんかバターかけすぎてもいけないらしい。なんかバター風味が必要らしい。めんどいな。売ってないかな、ポップコーンの上にかけるバターって。バター香辛料みたいな、いやバターの風味、風味バター調味料ってどこにあるんだろうな。バターの風味を出すやつ、あれ食いてえなーマジで。家で作った方がポップコーンって美味しいらしいんでね。というか安いしね、パップコーン。パップコーンめっちゃ安いですから。パップコーンめっちゃ安いですからさ、買うしかねえんだよな。でもどのポップコーンの種が美味しいとかあんのかな。パップ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 、いやうぜえな。神うさぎロペうぜえなあれ。今見るとめっちゃムカつくなあいつら。腹立ってきた。映画館めっちゃムカつ。ワンピーススタンピード見たけど、あれ多分20分くらい広告あったんだけど、キモ。見たくもねえ。なんか同じような映画しかなかった。3本くらい同じ映画、なんか天気の子みたいな映画しかなかった。腹立つわ。なんかもっと面白い映画ないんかな。ないんだよね、なんかそういう映画ばっか撮るからな。でもドラゴンクエストクソらしいね。でも俺絶対見に行かないからね。うん、でも普通になんか面白いことは面白いんだよね、ドラゴンクエスト。あの最後が本当にクソだから俺は、いや最後絶対見ないようにしよう。頑張って俺は、なんだろうな。でも俺ゲマをなんかバギストームなんちゃらで倒すシーンだけ見て、そこだけ見たいな。でもそんな面白くないし、俺ドラクエそんな見たことないしな。でも俺ドラクエ見ないわ。ドラクエ俺11しかやったことねえんだよ。いやもう俺やっぱモンスターズの方が好きだな。いやでもなんか11楽しかったな。なんか錬金とかさ、今ちょっと最近使用ガン忘れしちゃったから、どんなゲームか忘れたけど、でも S が出たって俺やらんぞ。絶対やらねえからな。S 出たらやろっかな、もう一回。スイッチ版ドラゴンクエストでもな、もう2回目やるほど好きじゃねえもん。2回目やるほど好きなのマリオデッセイかな。でもマリオデッセイだって2回目やりたくないしな。もうこのマリオデッセイの帽子を飛ばす操作が好きなんだよ。なんかもうウルトラマリオ出してくれよこのマリオデッセイでさ。でもマリオデッセイ2出たら絶対に着せ替えのやつに全部効果がついてるだろうし、エンディングクリア後なんスープなんか超なんだろうな、ウルトラマリオスーパーウルトラマリオみたいに出るよ。制限がだいぶなくなる。なんか50段ジャンプくらい俺はできるっていうの欲しい。それなんでしてくれないの任天堂。もう俺ずっとさ3段ジャンプやってたやろ。3段ジャンプか、わほほほほほほほって言ってどんどんジャンプ高くなるの。それやりてえし、あなんかバグみたいな動きしたいんだよ。なんかドゥードンみたいなさ、急にめっちゃ速くなるみたいな、あの動きいっぱいしたくてしょうがないの。たまに出るんだよマリオデッセイでも。俺ずっとやってるから、なんかね、あの屋根の端っことマリオの帽子がこうなった時にこうフッビョーンみたいに飛ぶときあるけど、そんな飛ばない。ちょっと加速してテンション上がる、ちょっとテンション上がる、ちょっと加速してちょっとテンション上がるけど、そのなんか適当に やらないそれ出ないから、そのやろうと思ってできないからね。それは結構悔しいね。それでも今までそんなマリオ出たことないから、もっとすげえマリオが見たい俺は。うん、もうマリオデッセイのあの動きずっとしてたい。俺は気持ち悪いよ、俺ずっとあれやってるから。
ピーチ城でずっとマリオの帽子アクションがあれほんと好きすぎてしょうがないよ。64もやってみたけど全然違ったわ。まあ、単純にゲームパッド重すぎたけど、ゲームパッドが重すぎた。うん、腰で。でもスイッチライト俺専用でしょ。だって俺がずっとマリオオデッセイやりやすいために作るんでしょ。わあ、ニンテンドーありがてえな。でも色がさ、なんでさ、もうさ、色考えてるやつ誰、なんであんなよくわかんないさ、誰も好きそうじゃない色作んの。誰も好きじゃないでしょあの配色。いるねえ、黒とか白とか出してよ。もうセンスねえんだよマジで。スイッチのジョイコンも黒出せよ。黒で A ボタンが赤とかさ、 B ボタン青とか、ああいうのがいいんじゃん。全然センスないな色に関して。なんでっていう、だから多分この色はあの色だよねって、そのこの色はといえばスイッチの色だよねって言わせたいから、黒とか白とかゲーム機でいっぱい使われてるのあんま使いたくないんだろうな。まあファミコンの時もグレーだけど、別にファミコンはいいでしょ、一色しかないんだから。何色だろうが関係ないけどさ。なあ、センスねえなあ。あ、帰ってきた。